こんにちは、ごまおです。本日はゆるラジオ子育て副業リーマン事情2人の息子と共にお届けというタイトルでね、お話しさせていただきたいと思います。今日はね、ちょっとね、特別版ということで、2人のね、息子がいるんですけれども、まあ、2歳と0歳ですね。この世界ではね、ごま太郎とごま次郎っていう名前をつけて、まあ、ブログとかで紹介している我が息子たちなんですけども、その息子たちとね、一緒に、この時間をお届けしていきたいと思います。まあ、ゆるラジオってことでね、ちょっといつもみたいになんか節約とか資産運用とか、そういうテーマでねお話ししてるんですけども、そういうのなくてね、ちょっともう本当ゆるっと、まあ、子育てとか、子育てしながら副業とかサラリーマンとかね、やってる、どんな感じでね、このごまが過ごしているのかっていうのをちょっとだけお話できたらなっていうふうに思ってます。はい。で、簡単にね、このごまおの紹介ですけれども、悩める会社員を救う、お金の知識伝えます、ごまおがお送りしていますということでね、うつ病で1年間休職してたという経緯があるんですけれども、自分でね、稼いだりとか、運用で増やしたりとかいうね、そういうことができて自信をつけることができたので、現在は復職しています。副業サラリーマン、2児の父として、まあ、住宅ローンもありながらですけれども、YouTuber として頑張ってます。お金の問題解決ということでね、節約とか副業とか、資産運用について、喋っていけたらなと思ってます。実績としては、楽天ポイント10万ポイント1年間で貯めたりとか、副収入は37万円1万円で1年間で貯めたりとか、あとは1年間の配当金受領額が20万円とか、そんぐらいの実績ですね。はい、そんな感じでやってます。で、本日はね、まあ、特別企画ということで、まあ、実験的な企画なんですけど、まあ、普段朝活で、この YouTube を撮影してます。朝活っていうのは、まあ、朝の4時ぐらいに起きて、朝の7時ぐらいまでですね、3時間ぐらいの時間を、まあ、会社に行くまでの時間ですね、その時間で、なんとか副業の時間を確保して、これ撮影をしているんです。で、まあ、今も、そうしたかったんですけど、ちょっとね、奥さんの方が、まあ、今、2歳と0歳の息子育ててるんで、夜中ね、まあ、授乳で、起きなきゃいけないじゃないですか、奥さんの方ね。で、ほとんど寝れないみたいなね、日々が続くわけですよね。そうなってくると、まあ、ちょっと朝起きるの大変で、ちょっと、朝の時間見ててみたいな時が、まあ、たまにあるということですね。ってなっちゃったんで、ちょっとね、副業やりづらいなみたいなところがあるんですけど、まあ、その中でもね、まあ、なんとかして工夫して、こう一本撮影できないかなみたいなふうに思ったので、まあ、子供のね、今面倒見ながらですけども、こうやって喋ることできたらいいなと思ってやってます。だから今ね、特に今、0歳の子が、ちょっとわー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 言ってる、ね、声が入ってましたけど、まあ、こんな感じで、この声を、入りながらやっていけばいいかなと思います。で、今の声が聞こえたのが2歳の子ですね。今、トーマスのおもちゃで遊んでますね。うん、まあ、割といい子にしてるな。もっと、ね、邪魔されるかなと思ったんですけど、うん、まあ、子供の声をね、BGM にして、ね、はい、クシュン。BGM にしながらね、まあ、ゆるっとこのラジオを聞いていただければと思います。まあ、通勤中とかにね、この聞き流しながら、お聞きいただければいいと思います。特に今回は、ね、画面でなんか字とか出して説明するっていうあれではないので、うん、まあ、そんな風に聞いていただければなというふうに思います。で、まあ、特にね、これ何を話そうかっていうのをめちゃくちゃ決めてね、始めてるわけじゃないんですけど、どういう話をしようかなと思ったときに、まあ、自分のね、この属性としては、まあ、まず、まあ、副業してるわけですよね、こう YouTuber としてね。で、その、まあ、時間を確保するっていうのは、どういうふうにやればいいのかっていうのはね、皆さん、なかなかね、いざ自分がね、副業、別に YouTube でもブログでも何でもいいんですけど、そういう副業を始めようと思った時に、どうやって時間を確保するのかっていうのが結構いろいろテーマだと思うんですよ。まあ、独身の方だったらね、別に会社終わった後の時間も自由にできますしね、そんなに迷うこともないのかもしれないけど、はい、大丈夫だね。なんですけど、なかなかね、こうやって子供がいたりとか、奥さんいたりとかするとね、まあ、自分の事情だけじゃね、動けない。
ていうことも多いと思います。まあ、スケジュールとしてもね、まあ、会社も定時で上がるようにしてますけど、定時で上がって、6時ぐらいに家に帰ってきたら、もう、まあ、まず奥さんがお風呂に入って、で、まあ、その間ちょっと子供と遊んでて、で奥さんが風呂から上がったら、まあ、自分が入って、で、下の子も入れて、上の子入れて、やってますね。でその間、奥さんご飯作っててくれてて、まあ、自分が上がって、で、まあ、おむつとか、子供にね、あったすぎて、まあ、なんかクリームつけて、トーマス休んで。パン食べた？パン食べないの？パン、まだあるから。うん、まだあるから食べてよ。はい、食べて。うん、っていうことなんですよね。で、まあ、服を着替えさせて、で、ご飯をね、その間に作っておいてもらうんで、ご飯を食べさせるという時間ですね。だからそこまでやると、結構ね、まあ、6時に帰ってくるんですけど、風呂入れてご飯食べさせると、もう8時ぐらいになっちゃうみたいなことが多いですね。で、そこから8時からは、まあ、ちょっとゆっくりしたいんですけど、まあ、あと、まあ、食器を片付けて、その後、あれですね、洗濯物干して、ね、まあ、あとはテレビを見たりとか、まあ、本当に、まあ、30分ぐらいですかね、ゆっくりして、それからもう8時半ぐらいにはもう寝る準備をするみたいな感じですね。うん、で、まあ、21時、9時には寝たいなっていう感じですね。ただ、まあ、その時もすぐには寝れなくて、まあね、子供寝かしつけるの結構時間かかっていうか、まあ、なぜかハイテンションになったりするんで、子供は。結局、まあ、10時ぐらいかな、寝れるタイミングっていう感じですね。うん、でも、まあ、普通に、普通のね、独身の人に比べたら早く寝てますよね。22時までには寝てる。で、そこから、まあ、22時に寝れれば、まあ、6時間睡眠で4時に起きれるじゃないですか。まあ、6時間睡眠だとしてね。うん、でも、ちょっとね、最近、ご飯的には、まあ、7時間睡眠欲しいなみたいなのがだんだん分かってきたんですけど、まあ、今のところ4時起きでやってて、はい、で4時に起きて3時間副業しますね。まあ、自分の部屋にこもって、最近めちゃくちゃ寒いですけど、はい、まあ、自分のこのね、スライドのシェイを作って、で、まあ、撮影するという、あとアップロードまでしてみたいな感じですね。まあ、1日1本撮影して、で、1本分のスライドを作れれば、まあいいかなっていう感じですね。はい。で、まあ一応毎日投稿してます。で、ね、ブログの時はできなかったんですよ。ブログも YouTube 始める前やってたんですけど、なかなかね、ブログを毎日1本更新するっていうのが自分的には、まあ、厳しくて、なかなか時間かかっちゃうんですよね。まあ、1記事、まあ、3000文字以上とかね、書こうとすると、なかなかね、1記事8時間ぐらいかかっちゃったりしたんです、最初の方ですけどね。今はもうちょっと短くできるかもしれないですけど、はい、であとは、まあなんか、結構こだわり切り出すのきりないし、うん、ね、でも中途半端なやつじゃ、ね、出してもあれかなとか思っちゃうし、でそういうカットもありましたけど。まあ、ブログじゃね、なかなかね、そんなあちこちはできなかったんですよね。でも、まあ、最初はなんか圧倒的に量をね、こなす必要があるとか言われてたんで、それに習ってね、やってみようとかやって頑張ってたんですけどね、ちょっとね、まあ、それブログやり始めたのは休職中だったんで、まあ、まだ時間あったんですけど、今ね、復職して普通にね、1日8時間本業でね、働いてるっていう状態で、それをブログを、ね、毎日記事っていうのはちょっと自分的には無理だなっていうのがあって、はい、で、あとは時代の流れから、まあ、YouTube の方がいいのかなっていうのをね、ちょっと切り替えた結果、まあ、YouTube だったら、まあね、その全部文章で書かなくても、まあ、ある程度こうやって、まあ、思いついたことを喋ることで補足ができるっていう、ね、
本当は全部台本で書いた方がいいのかなと、そのまとまって情報をお届けできるのでそっちの方がいいのかなというふうに思ったんですけど、まあね、それやってると、まあ、自分のね、まあ、限られた時間の中で完結できないっていう事情もありまして、まあ、そうですね、その子育てと本業と兼ね合いですよね、その兼ね合いを取った結果、まあ、このスタイルに落ち着いたかなということになっております。で、まあ、この YouTube の編集に関しても、まあ、僕の、ね、動画ずっと見てる方は分かると思うんですけど、ほとんど編集してないんですよね。もう一発撮りに近いですね。で、まあ、たまにちょっと喋ることをなんかよくわけわかんなくなっちゃって、なんか1分ぐらい何も喋らずピタッと止まっちゃったみたいな時があるんですけど、まあ、そういうのはさすがにカットしてつなげてるっていうぐらいですね。だからなんか効果エフェクトを入れたりとかもしてませんし、まあ、BGM もね、まあ、普通いつも通りのやつをちょっとだけパックでかけてるとかね、そんぐらいしかしてないので、編集にはほとんど時間がかからないっていう感じですね。まああとは、まあ、概要欄のね、説明文とかを、まあ、ちょっと、書き足すとか、そういうことをするぐらいですかね。うん。で、まあ、何気にちょっとアップロードに時間がかかったりするので、まあ、その間にね、別のスライド使ってたりとか、あと、まあ、自分の資産運用の状況を確認したりとかね、計画立てたりとか、そういうことしてますけどね。まあ、それを、まあ、朝の3時間のうちに、まあ、なんとか、やりきると。言った感じですね。だから正直朝に全力かけてますね。なんで本業がスタートする頃にはちょっともう疲れてるみたいな時ありますよ。はい、あるんですけど、まあそれもまあだんだん慣れてきたかなって、慣れてきたといえば慣れてきたっていう感じはありますけども、うん、そんな感じですかね。はい、だからまあコツポイントとしては、まあ朝活するってことですかね。うん、まあ本当子育てしてて、ね、副業したいっていうんだったらもう朝の時間使うしかないかなと思いますね。別に夜の時間でも、まあ、夜型の人は、ね、夜の時間でもいいんですけどね、でもまあ子供と一緒に寝たりとかすると思うんですよね。でね、9時とかでもね、まあ、一緒にベッドに入っちゃうとまあね、自分も寝ちゃったりするじゃないですか。はい、で、まあ、それが習慣になっちゃうとね、もう僕の体はもう9時とか10時に寝る体になってきちゃったんで、はい、それでやった方がいいですね。朝の方がまあ静かだし、雑音もないんで、またこうやって撮影とかね、するときもね、まあ、静かな方がいいんですよね。はい、まあ、これはちょっとね、すごいアパート暮らしの方とかで、壁が薄いとかだとちょっとね、気になってしまうところかもしれないですけど、はい、そこら辺はね、まあ、いろいろ工夫するしかないですよね。ね、まあ、自分なりのスタイルっていうのを見つけた方がいいと思います。はい、まあ、5万の場合はもう9時10時に寝て、4時頃に起きて朝活するスタイルということで、この副業のね、生活を達成しているということで、そんなお話でしたね。はい、まあ、なんか参考になったかどうかは分かりませんけれども、まあ、こうやってね、それでもまあ2歳と0歳の子供息子たちね、可愛いね、息子たちを育てながらでも、本業をやりながらでも、副業でね、少しでもまあお金を稼いでいって、まあ、少しと言わずね、まあ、たくさん稼いでほしいですけどもね、皆さんにね。やっぱり少しでも稼げるようになってくると、やっぱり気持ちが変わりますね。普段のね、買い物とかもね、まあ、その稼いだ分全部使っちゃってのもまあ良くないのかもしれないですけど、ちょっとね、やっぱ気持ちに余裕ができるから、あんまケチケチしなくなったなっていうのは思いますね。っていうのはね、やっぱり子供育てると食事とかね、食材ですね、食材、そんな悪いもの食べさせたくないなっていうのは絶対あるじゃないですか。で、まあ、野菜とか、まあ、それなりにね、一番安かろう悪かろうみたいなものは買いたくないっていうのがあって、そういう時にね、まあ、ね、野菜はちゃんと買おうよとか、そういうのをちゃんと言えるようになったっていうか、買えるようになりましたね。まあ、いいものをね、だから自分の健康とかもすごく気にするようになりましたし、魚を食べようとかね、すごく思うようになりました。で、まあ、刺身とかも、まあ、お刺身とかね、高くてちょっと手が出ないじゃないですか、なかなかね、庶民はね、うん、でもまあお刺身も、結構週に1回以上は食べてるかな、うん、なんかもうそれはもう自分の健康のために、ね、
食べるようにしてます。で、あと、まあ、お昼とかも結構サバ缶とかをね活用してますね。お昼ご飯ね、サバ缶とオニオンレタス、スライスしたサラダをにね、サバ缶をぶっかけて食ったりとかしてますね。まあ、なるべく魚一食、毎日ね、一食は魚食べようとかね、そんなことは心がけてますね。うん、やっぱり体は資本だなと本当に思いますね。こういうね、副業もね、一回体調崩しちゃうと、更新できなくなっちゃうっていうのがやっぱ辛いですよね。これは、何本かストック取ってあるんですけど、正月休みとかこの間あって、ね、実家に帰ったりした時に、その時ってなかなかね、普段通りに副業活動できないので、こうやってストック貯めておかないと毎日更新が滞っちゃうんですけど、それをね、そういう時もそうだし、まあ、自分が病気した時でも、安定してね、こうやってせっかくチャンネル登録してくれた人がたくさんいますので、毎日ね、新しい更新を楽しみにしてくれる人に向けてこうやって話していけるっていうね、状況を作るっていうのがね、とっても大事なので、そのためにはまあ健康ですよね。自分の健康、まあ、こう家族の健康、家族にもまあ応援してもらいながらじゃないと、ね、できないので、みんなが健康でいないと、まあ、成り立ちませんので、まあ、そういう、ね、食事とか気をつけるようにしているということですね。で、その気をつけるときもやっぱりお金に、ね、少し余裕が出てきたから、あ、いいものを買おうとか思えるようになったっていう気がしますね。妻も今なんかちょっと腰が、まあ、子育てとかね、出産とかその後の子育てとかでね、結構腰が悪くなったとか、あとなんか姿勢が悪いのをずっと気にしてたんで整体に行ったりねしてるんですけども、それもまあ1回5000円ぐらいとかかかるけど、まあ、それもね、やっぱ健康のためだと思って、健康のための投資っていうのは、お金をかけた方がいいっていうね、そんな風に思ってまして、ごまおとしては、そこら辺ね、もうぜひ行ってくれという感じで、推奨してます。まあ、ごまおとって一回行ってみようかなって思ってますね。こうやってブログとか YouTube やってるとね、ずっと座りっぱなしの仕事だったりするので、腰にね、結構負担がきます。だからそこら辺ね、ちゃんとケアしておかないと、ずっと続けることができなくなっちゃうので、やっぱり続けられるような環境にね、自分が身を置くことっていうのがとっても大事。あ、やめて。うん。はい。ね、うん。っていうことですね。はい、そんな感じでした。はい。じゃあ本日はね、ちょっとまあ以上、こんぐらいにしとこうかなと思います。ゆるラジオっていうことでやってみました。どういかがでしたでしょうか。まあこうやってね、いつもみたいな、ちょっとお得な情報とかじゃないんですけど、こんな、子育て副業リーマンの事情をね、お届けしました。子供もね、こうやって最近、たくさん喋れるようになってきて、それもね、成長を見れるのがとっても嬉しいですね。まあ、ごまおは本当に欲張りなんですよ。子供もしっかり育てたいし、本業もやりたいし、副業もやりたい。全てで成功したいという、ね、そういうわがままな思いを実現させようと思って、まあ、頑張っていこうかなと思います。そんな事情もね、まあ、お届けしながら、今後も YouTube 続けていきます。まあ、ぜひね、どうも応援よろしくお願いいたします。はい。本日は以上です。じゃあ、また次回の動画、明日ですね、明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。